バコ。ヤブカさんのあんま並んじゃうじゃん。ハプニング並んじゃう。ヤオタスがそこやぞ。
爪当たっちゃう。見えとらんやつ。よかったね。ここに行くと。見えとらんか。お、分かった。一番で頼まないかった。こいつ、ほんとすぐ曲がっとっちゃうから、ね、もしかして。そっちもやん。こいつ、こっち、プレートの方が曲がる。いや簡単には曲がる。このまま、このまま。やっぱりどうする。いやいや、こう、プレートの方が曲がっとっちゃう。こいつが、こう、もっと曲がる。まず、それが曲がる。それはあすけ生コンのアヤンが走っとって知られたもんね、横に下にさ。こんくらいはね。届けたわけだ。畑は治るもん。どっちかというとこいがほぼ曲がる。上にやって戻すよ。外して叩かないまっすぐ立てて強く曲がったぞ。結構曲がって深夜どんだけ持っとったろ、ね、13、14番貸して深夜乗っとったらどういうこと。曲がった。うん。こんな音。これ大体まっすぐだね。そういえば先生。パパさんね。うん。あした神殿代かからんと。もう代もらうと。なあ、ハンマーある？誰もらそうなら、こんなお弁当かかるね。うん、かかるもん。一個もあるかも、終わらせなね。うん、お高いっすね。何でお高い買って。ほら、深夜とは、もう潮降るまで帰られるなら買ってんよ、うん、よし。そして、ラックンのこと。ヒロアップにちょっと電話してみないよね。ラックンも今がいいかもしれない、休みじゃ。そうそう、休み日で取ろうかな。ダメだよ、何年乗っとんね。乗せとらん。半年は乗っとらんね。金槌は乗っとる。金槌は乗っとるかって、セットまではなかなか乗ってない。それがよかろう。それがよか。木の上で線であるだろう。コンクリの上でもある。こういうのが少し曲がってない？少し曲がってるね。あ、何言ったの？まだ曲がってる。まっすぐになるかどうかよ。操作問題だ。なんか包丁作りんごです。Thank you.
な入り口のとこや。周りの聞こえてくる。人外ばっかりや。朝早かったとっていた。いや、せやまさん早かい。昼かい来るけ。あ？朝。昼はもう塩ずるで。塩ずるで。よか、塩ずるでよか。どうせ明日電話するやろ。いつの日に都合で。まっすぐんだかも。まっすぐっていうか、なんかポコッとしたことこういうこう、やっぱもう。そんなもん？最初から溶接見たらこんくらいの角度でついたもん。うん。まっすぐじゃなかろうか、ここに溶接。ちょっと斜めに。斜めにわざとしてやろうか。どうせ帰れちゃうの？帰れんの？そのまんま？これが帰ったちゃう。あんまり調子悪かった。また叩きまくばっかりちゃう。よかごってそっちに。そっちの方。ようなる方向にまぐっちゃう。調整されちゃう。危ないね、めっちゃ。調整しろ。これは釘だけはある。前とはね、ここのね、これは曲がる。曲がることできないけど、これ多分これ今とないことだ。それがよかつけね。まあそれがないことだ。いらんけど一発。まあね、あんまり変形ね、そこまで。分かる。場所が。中さんと。高さん違う。上出てまっすぐところでしてもらう。一回出る？いや、もうこのまま張る。大体のところで。ここもあんまり。ああ、ここはやる。こういうのはあんまり関係ないけ。倒れとらんけんか。そうそう。倒れとっときがあいか。いいか。張っとっときがあいか。そこまで関係ないけ。どっちで？上か？だいたい元には戻っとる。うん。ティッチだいたい置いとく。今ね。あ、もう5時。もうせやなと？もう。早さだよ。早さ。マジ、早さ。今日何時まで捨てや？7時？終わるまで。7時までは入店させて。ああ、それ、ギリギリぐらい。ま、終わりがそこで終わり。不思議なんだ。そうはよ。